あのスタッフの方が一緒についてきてくださって、ね、あの間違えてたら、はい、出ました丸い袋に、ね、でその後はまあでも S が2回目だと。そうです。で今日は待って待って今朝出ました、まあ、今朝も出ました。 9.60、はい、今朝のはどうですか。今朝のも、ちゃんとつまめて下にくっつかないような。え、下にくっつかない。はい、つきません。9.60、2回出ました。あ、普段も飲んだ 30cc ぐらい今朝は飲みました。残しましたけど、少し。まあ、全然飲まんかったね。すごい。いきなりたくさんはそれは無理ですから。あ、つけてくれたらね。はい。すごいじゃん。なんだよ。すごいよかったね。今ここへ来る間は進歩が上がってました。あ、出ました。それまではなんかボケ行こうな感じでちょっと左の手が膨らんでるかなっていう。あ、本当だ。痛いこれね、緩く巻いてるんですけどね、言い訳するわけじゃないけど血行障害で血流が悪いんだよね。そう、また巻き直します。はい、すいません。十分は感じなかったんですけど、今朝見たらなんかふわんと膨らんでる。明らかに膨らんだ。薄いです。半分くらいの量ですけど、いつも。よし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 。はい。じゃあ今日はね、ちょっと採血してね。採血したら怒り出して。採血嫌だって。嫌だって。分かってますもの、すごい言葉がすごい分かってる、ね、じゃあまた夕方ね。はい、7時ぐらいに、はい、迎えに行きます。ああ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 いやだって言ったね。すいません、一人来てください。失礼します。とってもいい子だよ。さっきのこれずっと続きだよね。